もちづき月見とは月、主に満月を眺めて楽しむこと、寒月とも称する。なお、鶏卵の黄身を満月に例えた料理もその形から、月見という。月見は、主に旧暦8月15日から16日の夜と、日本では旧暦9月13日から14日の夜にも行われる。そのため、月見に関する話題で、単に15夜、13夜という場合、 これらの夜を意味する。中国や日本では、単に月をめでいる慣習であれば、古くからあり、日本では縄文時代頃からあると言われる。ただ、竹取物語には月を眺める家具や姫を、オーナーが注意する場面があり、月見を意味しそうも同時にあったと推察される。明月の日に月を鑑賞する風習の始まりは、当代の頃からということしかわかっていない。壮代の、 東京夢めかには身分にかかわらず、町を挙げて、夜通し騒ぐ様子が記録されている。この風習が、上岸年間の頃、日本の貴族社会に入ってきた。平安時代の月見は徐々に規模が大きくなり、演技19年には、歌法王が、日本独自の十三夜の月見を催した。当時の日本での月見は、歯科や還元を楽しみつつ酒を汲む、といった、ガミな催しで庶民とは、 縁のないものだった。この頃の月見は、中国、日本ともに、願掛けや備え物といった宗教的な要素はなく、ただ月を眺めつつ楽しんでいた。秋代の中国では宴会に加えて、名月の日に、備え物や月餅を送り合う習慣が始まったと、伝南寺生の広市長楽寺に記録がある。日本では、室町時代に入ってからも、名月の日は続いたが、遊園としては、 簡素になっていき、室町後期の明月の日には月を拝み、お供えをする風習が生じていた。お湯天井日記には、御用税天皇が夏に開けた穴から月を見て祈る、明月の祝という祝儀の様子が記録されている。東アジアには、旧暦の8月15日には、月見の成立以前から、里芋の収穫祭がある地域が多く、日本でもその日に里芋を食べる習慣があった。 月見が世俗化した江戸時代前期の記録によれば、十五夜の日には芋煮を食べて、夜遊びをするのが一般的だった。その頃の庶民の月見には、月見団子などの備え物の記録は見られず、家庭で備え物が行われるようになったのは中期以降のことと見られている。江戸後期の風俗記録である森定万光には十五夜の日は、ふづで祭壇をこしらえ、備え物として、江戸では、 休憩の京阪では、里芋の形をした月見団子を備えると記録されている。月見の飾りこの夜の月を中秋の名月と呼ぶ。中秋の名月という表現もあるが、これだと旧暦8月の月を指し、十五夜の月に限定されなくなる。中秋とは、秋を初秋、中秋、晩秋の三つに区分した場合、旧暦8月全体を指す。対して、 中秋とは、秋の中日イコール旧暦8月15日のみを指す。加えて、中秋の夜に雲などで月が隠れて見えないことを無月、中秋の晩に雨が降ることを雨月と呼び、月が見えないながらもなんとなくほの明るい風情を称するものとされる。文は満月を指す。また、徘徊では8月14日から15日、16日から17日の夜をそれぞれ、 松よい、いざよいと称して、明月の前後の月をめでる。旧暦8月15日は、日本の六曜で必ず仏滅になることから、俗に仏滅明月とも呼ばれる。英語圏では、同時期の満月を表す表現として、ハーベストムーンや、ハンターズムーンがある。秋文は、北半球では、太陽と月の角度により月の位置が、寒月に最も適しており、これは、 旧暦の8月にあたる。今日における新暦の日付では、秋分の前後半月の期間の中で変動する。なお、日本の関東異性では、この時期、晴天に恵まれる確率は低い。南米の日系人社会でも、日本と同様に十五夜の月を、中秋の明月として寒月する。ただし、南半球では春であり、月の位置も寒月に適してはいない。十五夜の日は、 満月の日に近い日ではあるが、必ずしも両者は一致するものではなく、むしろ異なる場合の方が多い。その差は、最大で2日である。8月15夜の月に対して、9月13夜の月は、後の月と呼ばれる。13夜は、日本独自の風習と言われている。ちょうど食べ頃の大豆や栗などを備えることから、この夜の月を、豆明月、または律明月と呼ぶ。 江戸時代の有利では、十五夜と十三夜の両方を祝い、どちらか片方の月見しかしない客は、片月見、または片水きで、縁起が悪いという女らに嫌われた。二度目の通いを確実に行うために、十五夜に有力な客を誘う風習があった。なお、旧暦のウルう月で、ウルう八月。 または、うるう9月が挿入される場合に1年で15夜または13夜が2度現れることがあり、2度目についてはそれぞれ、あとの15夜、あとの13夜と呼ばれていた。あとの13夜は2014年11月5日に171年ぶりに出現している。旧暦10月10日の月は、10日夜の月と呼ばれ、中秋の明月と、あとの月に対しては、3の月ともいい。 この夜に見る月がその年の収穫の終わりを告げると、された。天候次第で月を見られない場合もあるので、地方によっては月待ちという風習があり、十七夜以降を立ち待ち月、居待ち月、寝待ち月、ら待ち月という。二十三夜待ちまでを行う地域が多くを占めたが、二十六夜、待ちまで行う地域があり、月光に阿弥陀仏、観音、静止の三尊が現れる。 という口実をつけて月が昇るまで有興にふけった。この風習は、明治時代に入ると急速に廃れていったとされる。日本三大名月鑑賞地日本三大名月の里、その他の名所古典文学監視小説俳句短歌、月見うどんゆでたうどんや蕎麦を丼に入れ、場合によって、村雲やすすきに見立てた海苔を敷いてから生卵を割り入れ、つゆと薬味を添えたものを、月見うどん。 月見そばと呼ぶ。月見の風情を丼の中に見立てたものである。鍋焼きうどんや味噌煮込みうどんにも、鶏卵を割り入れる場合も多いが、火が通って、黄身が見えにくくなるためか、月見とは呼ばれない。北九州市では、焼きうどんなどにくぼみを作って、中に卵を落とし、ひっくり返して焼いたものを天窓と称している。これは天窓から月が見える様子を言っており、月見の変形である。 日本マクドナルドは1991年から9月から10月にかけての秋限定メニューとして目玉焼きの入った月見バーガーを販売している。ただし、それ以前からファーストキッチンで同種のハンバーガーが売られており、マクドナルドオリジナルのメニューというわけではない。台湾ではかき氷のメニューの一つとして月見表、UHM ピンがある。かき氷の上に黒糖蜜、 練乳、ドライフルーツなどのトッピングを乗せた後、真ん中にくぼみを作って、生卵の黄身を割り入れたものである。中国語で、月見は、正月という言い方が普通であり、月見は日本語からの借用と考えられる。ありがとうございます。